23年前、今宵と同じ日本武道館で行われました西条正蔵とペドロ・ゴメスの WBA フェザー級タイトルマッチでした。以来今日が33戦目、日本の10勝、ベネズエラの20勝、3つの引き分けがあります。しかしこのところ日本対ベネズエラということでありますと、セレス小林が2連勝をしています。リング中央、試合は中盤の第6ラウンドです。ここからペースを取り戻したい、そう話していました小林。あと来た、まだ一歩ずつ感じありますよ。東が来た、ニュートのコーナーだ、逃げー、2度目のダウン。さあ今度はスタミナはどうか、ちょっと足に来ている、カウント8。さあこのラウンドまだ2分以上あります。ピンチになった、振りを小さくして思いっきり打つことですよ。さあセレスは特攻か、下がるぐらいなら前にテーブルタイプ、そうも話していました。チャンピオンのセレス小林、ワッツ右左右左左左左左左小林ピンチ、チャンスだな、ピンチはチャンスでもあるというのはボクシングです。さあ足は踏ん張りだ、どうだ、ミネスが来た、青コーナー、ミネスが狙っている、でもチャンスないな。達也さん、ボクシングは攻防一体のスポーツですから、はい、相手が出てくるときは逆にチャンスでもあるわけですね。自分がピンチのときはチャンスですよ。右、やり、さあ、ブリスバトル、ボディブロー、ナイスキーだ、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 さあ、下がってはいけない、下がってはいけない、前へ、前へ進まなければいけない、チャンピオン小林。もう少し腰を落としたいですね。チャンピオンですね、小林ですね、はいはい、さあ左右の副画面に青木健太接近戦、普通の選手だったら絶対倒れてますよね。あー、そうですか、チャンピオンすごいですね。これはそこが一つ家族が見ている、奥さんが、そして愛娘の優子ちゃんがリングサイドで見ている、そんな思いがあるでしょう。いや、これぐらい詰めたら甘いよ。40秒、トラウト、トミーアッパー、きたきたきた、第6ラウンド、辛いけど頑張るしかない、当たってませんもんね。あー、なるほどね、一発は当たるけれども、このあとの連絡ではない。左、左、右、決してスピードのある選手ではありません、アレクサンデル・ムニアス狙っています。小林、このラウンド、この試合2度目のダウンを喫しました。しかしよく耐えています。残り9秒だ、連打を打ってほしいな、連打を、連打を打ってほしい、はい、噛まれてまとめ打ち、ボディフロー、まとめれば倒れると思う。ここで第6ラウンド終了、このラウンドようやく耐えました。あれ、まとめたら倒れるよ。さあ、この試合2度のダウンを喫しているチャンピオンのセレス小林。あー、優香ちゃんは今眠りにつきました。そういえばタイトルを取った去年3月のレオガメス戦でも試合中はパパの勝利を信じてずっと寝ていました。傍ら心配そうに見つめるのが巴夫人です。この2人がリングサイドにいるからこそセレス小林は頑張れるんでしょう。さあ、試合は後半戦の第7ラウンドに入ってきました。ムニョス優勢に試合は進んでいます。ただ、ファイティングアラさん、はい、一方的にムニョスが優勢という試合でもないんですね。そうですね、ラウンドのとこだけですからね、はい、いや、その後は面白いと思うんですよ、だからやっぱり小林君年取ってくるとやっぱりあれですけど、ね、そのダメージっていうのは続けると怖いですけどね、はい、松吉さん、はい、松吉さんは先ほどの終了間際にあれだけダメージのあったアウト、今のこれはスリップしました。連打をすればムニョスは倒れるというふうに話されてましたが、そうですね、手も出ないと思うよ、それに対する反抗、はい、あここで連打ですね、ここで小さいパンチですね、小さいパンチ、さあ詰めた、詰めた、ロープに詰めた、チャンピオンの小林、小さいパンチでいいですね、小さいパンチ、小さいパンチ、小さいパンチ、ちょっと細かく打ちたい、ちょっと振り大きくなった、危ない、この蹴りは危ない、もっと脇を締めてですね、ムニョスも狙っている、もっと脇を締めて、日本武道館の歓声のため息に包まれています。
まとめて打ちたいチャンピオンの小林。セラマンとまとめて打った方がいい。一発一発の力よりもここは連打で、飯田さん、はい、相手が嫌になるような連打が欲しいですね。ですね。いやもう効いてるんですよね、はい、お互い効いてるんですよね。お互い効いてる。もういつこの最強のモンスターと言われたウイルスがパートもおかしくない状況になっています。試合の方は2度チャンピオンのセレス小林がダウンしています。試合は後半戦の第7ラウンドです。アドバネスが出てくる。小林君手数で負けてはいけません。頭に来てませんからね、はい、小林君の逆に頭に当ててますよ。だから小林君も本当に面でした、はい、ドリブル。もう少し距離を詰めたい。下がってはいけない、下がってはいけない。逆ダメージあるんでしょうね。深いですね。ダメージは深い、ダメージは深い。チャンピオンピンチ、チャンピオンピンチ。トマイ夫人が優子さんが小学園に見つめています。左左左左チャンピオンセレスの左パンチを小さいパンチでもいいですが当てることなんですね。残り20秒。さあ今度は詰める。アッパーを狙っているか。残り10秒だ。7ラウンド終わりました。浜田さん、はい、この7ラウンドは小林にとっては厳しいラウンドでしたね。この一発が効いたというのもですね、はい、ダメージの蓄積なんですね。このダメージがなかなか抜けれないようなダメージが今あるんで、はい、本当に苦しいですね。ムネスは打ち抜かれてますけど、小林の場合は打たれて疲れてきたところがあるんですからね、はい、さあ試合は第8ラウンドに入ります。チャレンジャーのアレクサンデル・ムニョスは21連続 KO、 デビュー以来の KO 記録を21まで伸ばしています。今日もしこのチャンピオンのセレス小林に KO 勝ちを収めれば22連続 KO、 WBA の本部のあるボクシング大国ベネズエラの記録を塗り替えることになります。さあチャンピオンの小林が前に出てきます。船越さん、はい、チャンピオン陣営の、ね、高橋会長からはね、お前がチャンピオンなんだ、とにかく前へ行け、くっついていけという指示ですね。やはり前に出る、これが一つの今日のチャンピオン小林の、ま、使命でもあります。また来た、ムニョスがまた来た。狙っています、ムニョスも狙っています。狙っているムニョスに対して小林も前に出たいんですけどね、ずいぶん消耗してるんですね、体力が。そしてムニョスのこの圧力もあるんでしょうね。あーっと右、ムニョスの右。こういったパンチもやっぱりダメージある中でのパンチですからね、はい、効くんですね。松吉さん、かなり小林は苦しくなってきました。じゃあお互い様ですよ。お互い様、はい。自分が苦しい時は相手が苦しい。さあ、ムニョスの連打。あーっと、ダウン、座ってしまった。これは決定的か、これは決定的か。よたび立ち上がれるのか。立った。さあ、このラウンドまだ1分半がある。あーっと、試合終了。アレクサンデル・ムニョス、22連日本武道館がシーンと静まり返りました。チャンピオンの全チャンピオンになってしまいました。セレス小林の意識は大丈夫でしょうか。今ちょうど青コーナーの羽鳥アナウンサーの目の前なんですが、チャンピオンの意識ははっきりしているか、全チャンピオンの意識。船越さん、はい、今私の目の前なんですけども、右手動かしてますね。意識ははっきりしています。最後は崩れ落ちるようにキャンバスに大の字になりました。全 WBA スーパーフライ級チャンピオンのセレス小林。
ある意味でファイティングハさん、あそこまで頑張ったのは家族が見ているこのリング上という思いがあったんでしょうね。いや最後までこれだけですね、頑張って頑張って本当にあの力尽きてあれですね、いいパンチで当たってますけど、はい、あの本当にここまで耐えてきて頑張って頑張ってあれですね、非常に残念ですけど、ね、あっと、大丈夫ですね。セレスが泣いています。セレス小林が泣いています。船越さん、はい、今リングサイドではね担架が用意されているんですよ。あっとでも立ち上がりましたね、はい、あまり無理はしない方がいいかもしれませんが、傍らにはコンディションドクターの大月ドクターがついています。今 WBA 世界ボクシング協会の会長、白髪の人が画面左に消えていきましたが、あの人がヒルベルト・メンドーサ WBA 会長です。その会長に健闘を称えられました前チャンピオンの小林、あーっと謝っています。今赤コーナーの椅子に腰を下ろしました。辰吉さん、はい、試合の感想をお願いします。チャンスがあったんですけどね、まあ、もうこればっかりはもう悔しいですね。ボクシングコミッショナーコミッショナー林、おそらく飯田さん、はい、22戦目にして初めてと言っていいぐらいムニョスもピンチを迎えたんですが、だと思いますね、やっぱりパンチ強いですね。パンチが強い、いや勝てなかったなという表情のセレス小林。一方の新チャンピオン22連続 KO ベネズエラ記録を塗り替えましたアレクサンデル・ムニョス。それでは新チャンピオンにお話を伺います。チャンピオンになりました今の素直なお気持ちを。そうなんですよね、少しゆっくり休んでまた頑張っていただければと思います。はい、